な影響を与えた人物ネス自身によると、レイチェル・カーソンの沈黙の春に多大な影響を受けたという。ネスは自身の生態学的ビジョンとマハトマガンディの非暴力を結びつけてしばしば直接行動に参加した。ネスは1939年にノルウェーのオスロ大学哲学科の教授となり、長年にわたり、 ノルウェーの哲学及び社会研究の分野にて指導的役割を果たした。ネスは学術分野にとどまらず行動家としても知られている。第二次世界大戦期のノルウェーはナチスドイツの占領下にあったが、ネスはレジスタンス運動に参加していた。また、戦後は個国の大規模な開発に対して抗議運動を指導している。 それら活動の際のネスの行動の特徴は、ガンディの非暴力哲学に強く影響を受けており、そのように実践している。ネスは、私的活動では登山家であり、7000メートル級の山に、足跡を残している。彼の老いのアルネネス・ジュニアもエベレストに登頂するほどの、登山家であったが、2004年1月に登山中の事故で、死去。なお、ジュニアは、 歌手のダイアナ・ロスと1985年から1999年まで結婚しており二人の息子を設けた。ありがとうございます。